じゃあ。受験番号1578の名古屋〇〇大学の木村明夫と申します。よろしくお願いします。私は今まで、YouTube というところで、毎日動画投稿をして頑張ってきています。学生時代頑張ったことは、毎日 YouTube の動画投稿をし、視聴者を喜ばせる動画をたくさん撮っていたことです。それが僕の学生時代に頑張ったことです。本当に僕には YouTube しかないんです。僕から YouTube を撮ったら何もないんです。だから僕は YouTube を通じて人間的に成長できたと思います。僕は YouTube しかないんです、本当に。僕には YouTube しかないです。なので、ちょっと、YouTube でちょっとね、天下を取りたいと思います。そういうことです。まあ、御社を希望した理由は、私が今までにちょっと経験したことがない業界なので、新たに挑戦したい、しようと思ったのです。だから、御社を希望しました。僕みたいな何もない、ゼロの人間ですが、このまま、ではちょっと成長できないと思い、ゼロの自分を一にするために、御社を希望しました。なので、そういうことです。よろしくお願いします。